ホラー映画の金字塔、リングに登場する黒髪で白い服をまとった幽霊貞子。日本では美少女化やフィギュア化がされるなど長く愛されているキャラクターですが、海外絵師がハロウィンが近いからと貞子とミクを掛け合わせたミク貞子を描き話題に。その後ギャル貞子登場、ブラジリアン貞子登場というまさかの展開になり、新たなブラジリアンシリーズが登場したと海外で話題に。さらにはブラジリアン貞子のコスプレをする人も現れたりと、突然の貞子ブームが巻き起こっていました。この世界的なミクファンアートブームを引き起こしたブラジリアンミクに続くブラジリアン貞子という新たなブラジリアンシリーズの登場に、海外から多くの反応が寄せられていました。それでは海外の反応を紹介します。ハロウィンも近いから貞子ミク最高。まさか貞子とミクが融合することになるとは笑い。こんな可愛い女の子がテレビから出てきてくれるのか。24時間テレビをつけていないとな。ミクは本当に何でも似合うな。なぜミクは何でも似合ってしまうのか。これは世界でも有数の不思議である。彼女になら取り憑かれてもいい。いや、取り憑かれたい。ぜひうちに来てくれ。ミクと貞子、クレイジーだが素晴らしいアートだね。ギャルと貞子というコンセプトが良すぎたのでギャル貞子を描いてみた。可愛い、素晴らしい、最高の仕事だな。めっちゃいい、特に足。この貞子はあの世でめちゃくちゃ人気の幽霊になるだろうな笑い。もしかして貞子キティのヘアクリップつけてない？半分は正解だよ。実は貞子とハローキティのコラボがあって、いくつかのアイテムが出てるんだ。貞子ヘアクリップつけてるのめちゃくちゃいいな、わらわら。ギャル貞子が登場する漫画が欲しくなってきた。ギャル貞子にインスパイアされたから描いた。ちゃんと顔が見えないタイプの貞子だ。しかも金髪わらわら。 DS がわらわら。 DS で写真撮ってるわらわら。カメラの代わりに DS で写真撮ってるのが良い味出してる笑い。誰かの 3DS の画面からギャル貞子が出てくるところを想像してしまったわらわら。日本のギャルって感じがすごいなわら。これは日本の女の子たちにも人気者間違いなしだわらわら。多分このギャル貞子はギャルカヤ子と一緒に原宿をブラブラしてるんだろう。ブラジリアン貞子、ブラジリアンシリーズの新作だ。やっぱブラジルカは素晴らしいな。ミクにも貞子にもぴったりすぎる。私は今恋をしている。そう、ブラジリアン貞子に。真っ白な貞子がまさかの褐色肌にわらわら。貞子も日焼けするんだわらわら。貞子はブラジルで楽しい時を過ごしてるみたいだね。もしかしてブラジルで親友でもできた？その親友、青い髪をツインテールにして、そうわらわら。ブラジルやバーガーキングのドライブスルーだと彼女のような女の子をよく見かけるよね。このビジュアルはかなりリアルだ。もしかして今度は貞子が世界中に広がっていくことになるのかな。実現することを願ってる、マジで。ぜひともスペイン版貞子をお恵みください。ブラジル版口先女とブラジル版八尺様も見たい。正直貞子だと言われなければ貞子だと思わなかったと思う笑い。これはブラジリアンミクよりもさらにヤバいかもしれない。ミクは SSS レベルだよ。ブラジリアンミクに肩を並べるのはまだまだ先かな。こういうことかな。井戸から直通でブラジルにわらわら。きっと貞子はブラジルにバカンスに来たんだな。ハロウィンまでブラジルで楽しんでるんだろうな笑い。ブラジリアン貞子にインスピレーションを受けて、この瞬間だけは彼女は日系ブラジル人だ。いや、なんて怖いんだ。こんなに魅力的な貞子に出てこられたら怖すぎて抱きしめてしまいそうだ。これはきっとブラジリアン貞子がテレビを通して家に侵入して物を盗むことができると気づいた瞬間だろう。ブラジルに染まっちまったな。彼女は大型のテレビでないと這い出てはこれないだろうな笑い。俺の邪魔をしないでくれみんな。俺は呪われたいんだよ。きっとこの貞子は自分の妻になりたくて会いに来てくれたんだな。わかるよ貞子、俺も同じ気持ちだ。多分この貞子はテレビから這い出た後にビデオを見ていた人とビール片手にサッカー観戦すると思う笑い。ブラジルカは全てのアニメキャラを魅力的にする可能性があるかもしれない。ブラジリアン貞子のコスプレ最高。たまらんな。完璧なコスプレ、完成度高すぎるわらわら。そっくりじゃないか。これを待ってたんだよ。これをもはやコスプレというよりブラジリアン貞子そのものって感じだわ笑い。これは疲れた日の夜に見るには最高だな。リアルブラジリアン貞子第1号として誇りを持っていい。危険な腰つきだぞこれは。ホットすぎる。目のメイクどうやったの？アイシャドウとホワイトライナーでアンダーラインを引
聞いただけだよ。ブラジリアン貞子を描いたものだけど、とてもいいコスプレだ。まさに心が引き裂かれたって感じだ。最高だよ、ありがとう。このコスプレ大好きだ。残念ながら怖さは全くないな。ここにいるのはキュートなブラジルガールだ。目がいいね。目の大きさやメイクの感じが貞子だということを強調してるんだ。目がすごく印象的だよね。自分も真似してやってみようかな。100万回のいいねを押したいくらい好き。テレビは一晩中ついてるから、ぜひ自分の部屋に来てくれると嬉しいな。お菓子を用意しておくから。素晴らしい見た目だね。でもあのショーツは試したことがないから聞きたいんだけど。動きづらくない？めっちゃ締め付ける感じに見える。もはやブラジリアン貞子を完全に自分のものにしてるな。どうやったらこんなに美しくなれるんだ。これって神々を怒らせるレベルだよ。日焼けしてないバージョンのブラジリアン貞子も用意しました。日焼けバージョンも日焼けしてないバージョンもどっちもいいな。どっちを選ぶかなんてできない。俺はどっちも取る。よし、これなら彼女が貞子だってわかるね。こっちの方がより貞子って感じがして好みだ。ブラジリアン貞子の目を見てるとポケモンのオカルトマニアを思い出すな。実はインスピレーションを受けてたんだ。ぜひともポケモンのサヨコとブラジリアン貞子、日焼けしてないバージョンが絡んでいるところが見たい。血まみれのプレステージブラジリアン貞子が見たい。デッドバイデイライトプレイヤーのために最善を尽くした。最高だ。個人的になんだけど緑肌バージョンも見てみたい。人に喜ばれることをするっていいよね。期待通りのキュートさだよ、ありがとう。これは幽霊じゃない、ゾンビにしか見えないな。笑い、貞子が今度はゾンビになった。笑い、ブラジリアンゾンビ貞子、どんどん個性が強くなっていく。わらわら、個人的にカッパみたいだと思った。わらわら、新しいフェチが解き放たれました。どちらがいいのかわからないけど、トレンドになることを強く望んでる。どうしてブラジルバージョンってこんなにホットなんだろうか。日焼けしてないブラジリアン貞子のコスプレ、可愛い。シビ人すぎるぞこの貞子。あなたの貞子が一番好きです。ブラジルの人たちに拍手を送りたい。ありがとう、彼女と出会わせてくれて。貞子はもう私のワイフなのに、ブラジリアン貞子が浮気しろと言ってくる。どうすればいいんだ。あー神様、怖い女性だけど魅力的というコンセプトをこんなにうまくやるのは違法にすべきだ。犯罪的すぎるよ。肌の色ってどうしてるんだろう。写真を撮った後に加工したのかな。これほど呪われたいと思ったことはない。この貞子は人を怖がらせるんじゃなくて引きつける怖さを持ってるね。神様ありがとう。いかがでしたか。よければ皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。